おざす、T システムです。さて、今回ですね、ちょっとリスナーさんの方から、メッセージいただきました。その内容はですね、BF 税なんですけど、自分は。俺の動画見てくれてる方はね、大体 BF 税だと思うんだけど、大体は。でも今回 CW 初めてコードシリーズで買って、立ち回りがちょっとわからない。打ち合いもなんか難しいみたいな話をね、もらいました。わかりました。立ち回り、行っていきましょう、この動画で。で、まずはこのデルタに入って、しっかりと敵を1人カット、そして引き続き2人目をカットしていく。エイム大切、あと1人2人と、さらに合計4人抜いて、このデルタをしっかりと、守っていく。そして完璧に陣地を上げるとかやらなくていいです。下がりましょう。他の動画とかでもね、あるじゃないですか。何万スクワ取るためには、何十キルするためにはどうだろうこうだろうみたいな。あれはもう邪魔や。今までコッドとかね、ちゃんとやってきて、もう極力中級者以上向けの動画じゃない。俺にこういうコッドの立ち回り聞いてくるのって、多分ガチの初心者の方だと思うんだよ。で、そのガチの初心者の方に動画でいくらああだこうだって言っても、立ち回りを、なんかね、その同じ動きをできるとは思えないんだよ。いや、俺はそうだったもん。だって、BF やってて、で、コードにいきなり行ってもさ、当初、俺 BF1 やってて、で、WW2 が出て、初めてコードやりましたってなって、やってみても、BF1 だったら50キロ、60キロ取れてたんだけど、コードだったらやばかった。初めてやった時の成績がね、さっき動画見返したんだけど、2キル20ですとか、だったから、その時の、私の立ち回りもね、噛み砕いてっていうか、ちょいやらかしたけどその初心に戻って、俺も、教えていく俺自身が初心に戻って、行っていこうかなと思っております。俺コッドであんまりイキリ散らかせないから、イキリ散らかせるの、BF のノラだけだから、割とね、それも手伝って、初心者さんにもある意味分かりやすいかなと。あと BF とコッドの違いなんですけど、BF はね、立ち回りゲー、コッドはどっちかといえば打ち上げかな。でもバリバリ打ち上げか。両方大切なんですけど、そりゃ。BF も打ち上げ大切だし、コッドもね、立ち回り大切です。しかし、どっちが重要かっていうと、コッドの場合は打ち上げがメインとなってると思うよ。あんまり偉そうなことは言えないんだけど、俺も。で、前動画、コッドの動画投稿した時にこういうコメントがあったのね。コッドは、ちょっと打ち合いが反射神経系すぎて、なんかちょっと自分は苦手だみたいな感じのコメがあったと思うんだけど、気のせいです。人間に反射神経という神経は通ってません。反射神経という神経はないです。じゃあどうやって打ち勝ってるのか、強い人は。これね、予測と経験値、これで打ち勝ってます。この時点でもう上級者初心者の差が明確だよ。せーので打ち合っても、上級者は経験値と予測で、もう先に大体目星がついてる。そこにね、初心者さんが反射神経伸びて、よーいドンバーンで打ち合っても、それ負けますよ。で、これをなんとかする方法やるんですね。APEX みたいにこのゲーム HP 高くないんで、割と旬で遂げるんで、ああいうゲームに比べるとね。まずどうにかする方法、その1、強武器、これを使いましょう。変なこだわりは捨てましょう。わかりますか。いや、もうそれ、成績ののあ伸ばさなくていい。俺は好きな武器を使うって方はね、多分それでも全然いいと思います。いいと思いますが、成績が伸ばしたいみたいなね、方は、タクティカルライフルっていうカテゴライズのね、武器を使いましょう。これ今使っているアウグとか、M16 とか。第2、無理に突っ込まない。この状況とかね、特に状況不明でしょう、この先。今ね、右の方で味方が死にました。赤点もありました。ってことは敵がいるんですね。で、無理に突っ込んでいかない。特に BF 勢と APEX 勢。APEX はまだマシかな。なんか特に BF 勢がね、えらい突っ込みたがる癖がね、あるんで、そこだけちょっと注意しましょう。俺がそうだった。特に。とりあえず突っ込んでた。腰打ちで。で、コッドは基本的に腰打ちの精度もね、悪いんですよね。ただし ADS 精度はくっそいいんだけど。で、あとこういう、3つ目の要点としては、こういう角の戦法かな。角で待つ。角で待つというか、見る視点を狭める。
いきなりもうこのまあバーンって顔出さない、こういうふうにゆっくりゆっくりとね顔出していく、ゆっくりとです、ゆっくりと顔出しましょう。でこう一点でイモる、もうこれ大切。うん、いや俺にね立ち回り聞いてくるってことはもうガチの初心者の方だと思うんだよ。うん、でその方々にちょっと言いたいんだけど、まず FPS って基本的にいろんなとこ見てるんですよ。あのただまあさっきも言ったけど、一斉のバーンで撃ち合ってるだけじゃない、あの敵の状況とかね、まあ、リスかなリスの状況とか味方の配置、あと拠点の取得状況、うん、でまあいろんなことをね、主役してる。もちろんミニマップをね大体見てます、はい、でそうやっていろいろやらなきゃいけない状況の中 でさらにそこで打ち合いってのに脳のリソースを全部持っていかれちゃうと、もうそれはもうわたわたしてなんかよくわかんなくなっちゃいますよね。じゃあそのわたわたする要因を一つずつ潰していく。じゃあどうするか。で、今度はさっき何がメインと言いましたでしょうか。そう、打ち合いです。じゃあ打ち合いをね、もうオートで、はい、こういうふうにもうパッと合わせて何も考えずに敵をキルできるように、なりましょう。まあ何が言いたいかというと、打ち合い、人をぶっ殺、ちょっと言い方悪い。人を打ち倒すことにね、まあ、ある程度慣れていく。なんかビエウゼちょっとね、あの裏取りで正面から勝ち合ってことにねあんまり慣れてないっていう人がねちょっと多めだから、うん、まあ正面から打ち合って、まあ勝てる状況で、これはちょっと勝てねえわ、まあ、とにかく勝てる状況で敵を倒すっていう癖をつけていきましょう。そしたらね、まあちょっと時間かかるかもしれないけど、うん、あの敵を倒すことに慣れていくと思うよ。はい、で今ね44キル4ですということで、強い武器アウグ、これぶっ壊れです。ほんとバランスがおかしい、このゲーム武器のバランス、マップはいいと思う、マップは結構いいと思うんだけどね、ほんと MW と真逆だよね。 MW そのマルチのマップはやばかったんだけど、武器のバランスはね結構マジで良くて、まあちょっと初期の頃は M4 がやばかったけどアップデートでねなんとかなってて、ただこのね、コールドウォーというかその BO シリーズのこのタクティカルライフル、これ、邪魔。アップデートで、まあナーフしまくってなんとかできるレベルなのかな。結局 BO4 のソードフィッシュもそのままだったし、ちょっと俺は若干そこら辺不安です。あ、ごめんなさい、あのゲームの愚痴になっちゃった。話戻しましょう。はい、まあ。とにかくこういう隙間の戦法からね、徐々に、その打ち合いを、まあ、ほぼ無心でできるように、訓練していきましょう。はい、というわけでねやっていきます。うん、まあとりあえずさっきの要点まとめると、1個目なんだ、あ、そう、強武器だ、ごめんなさい、強武器を使う。まあこのコールドウォーだと M16 かアウグ、ステアのアウグです。はい、で2つ目、状況不明なら無理に突っ込まない、ちょっと待ってみる。で3つ目、まあできればその芋って言ったらちょっと言い方おかしいんだけど、自分が守るポジションを決めてそこでちょっとね様子を見て、まあこういう風に隙間での戦いに慣れていく。まず、まあちょっと負ける時もあるけどね、そりゃはい、まあこういうのをねちょっとずつでいいんで、ある程度慣らして、まあ要は慣れっすよ、慣らしていければある程度ねその立ち回りとかに脳のリソースを下げるようになっていくと思うんで、そこからまずはもうこういう打ち合いに慣れていくことから始めましょう。ね、本当初心者さんは。はい。というわけで、あとはね、あの、精神論です。勝てると思って打っていく。負けると思って打ち合ったら絶対負けるから。あ、やべ。そう、やべって思ったら大体負けるんですね。そう、気持ちを強く持っていくこともね、いや、マジな話、割と大切です。はい。もう自分を、ラッシュクランの一員だと思って、打ち合ってみましょう。なんかちょっとあの、弱気なね、方は。うん。そんな敵に忖度する必要性なんかないんですよ。いや別にその VC つけて暴言吐きながらやれって言ってるわけじゃなくて、うん、まあ強い気持ちを持ってやること。それでもちょっと強い気持ちが持てないって言われた。ね。皆さん、敵は全員、あなたの嫌いな上司です。はい。上司になんかちょっと怒られても、内心、死ねハゲとか絶対思ってるでしょ。俺も思ってます。はい。その憎しみを敵にぶつけましょう。それぐらいの攻撃精神、大切です。はい、というわけで。なんか適当にくっちゃべりながらやっても59キル6です。強いですね、やっぱ、アウグ。はい、というわけで。これらのことを実践してみてください。初心者さんもね。
はい、では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。